はい、どうも、まるです。まろです。まるまろチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。あお。今日は、ドライブしながら、究極の恋愛の質問2択に答えてみたい。やっぱりね、恋バナは、好き。好きこちらの恋愛感、まろはらか。わー、かっこいいやん。すー。かっこいいやん。自転車怖い。それでは、やっていく！バンザーイ！では行きますよ。はい。付き合うなら、時間に超ルーズ、お金に超ルーズ、どっち？お金に超ルーズ、ね。時間よりかはお金の方が、まだいいかなっていう話。あ、そういうこと？そう。ただ、あ、ただ一つ条件があるよ、それは。うん。お前が稼いどけばなっていう話。あー、それはわかる。じゃあ同じだわ、それなら。え、そうだよね。うん。次行っちゃいます。はい。大好きな有名人と一夏の恋。理想の相手に出会う夏。どちらを選ぶ？一夏の、私は理想の相手と出会う夏。私もそれですね。だって一夏で終わるじゃん。うん、そう。それが一夏じゃないんだったらね。うん、まあ話は変わってくるよ。じゃあ次。はい。付き合うなら元カノ20人、元カノ0人、どちらの方がいい？でも0人かな。うちも0人かな。というか20人付き合っとるたって言われたら、ね、なんかじゃあ21人目になって22人目も出てくるんだろうなって思っちゃう。あ、そうそうそう。一人一人が短そうじゃん。あ、そうそうそう。だけどなんか私何ありなんだろうなって思う。そんな別れるって。じゃあ次、恋人が浮気しているところを目撃する、恋人に浮気現場を見られる、どっちが嫌？いや、どっちも嫌やけど。どっちも嫌やけど。それはすごい、どっちも嫌やけど、浮気するの見るの方が嫌。あ、どっち？いや、私は、うん、見られる方が嫌だ。あと見られるのさ、まあ、自分が悪いだけやん。なんでじゃあさ、見る方が嫌なの？え、なんか、信じれなくなっちゃう人。あ、男。なるほど。だから、私は見られる、うん、見る方が嫌。私はね、自分が見られるって、うん、もう完全に自分が悪くて自分が負けの立場じゃん。いや、まあね。言い訳なんてできんじゃん。あ、それはそう。でも見るとさ、こっちが完全に有利な立場に立てるわけじゃん。まあね。だからなんか、もうボコボコにしようが、うん、なんか買ってもらおうが、うん、もう何でもこっちの言いなりなわけ。まあまあまあ、それはそう。だからそうしたい。じゃあ次。はい。全く喋らない人、24時間喋り続けてくる人、結婚するのはどっち？うわ、24時間喋り続ける人。私は全く喋らない人。喋らない人？めっちゃむずい。でも考えて、うん、24時間喋ってくるって多分超うざいよ。うん、無視する。じゃあ次、私が相手を好き、相手が私を好き、どちらの方がいい？は、相手が私を好きだろ。同じ。それは同じ。それはそう。でもね、この年になるとね、安心感が欲しいんよ。いやー、そうなんよ。ビールとかじゃなくて、キメキドキドキドキとかじゃなくて、もう安心が欲しいんよね。ボディータッチが激しい人か、そっけない人、どっちがいい？え、これは彼氏だったらだよね、友達とか。その、え、彼氏だと思うよ。え、私たちは決まってます。うん、一緒一緒。うん。じゃあ次ね。はい。大好きだけど年収100万の人か、好きではないけど1億稼ぐ人、どっちと結婚する？へぇー、よし、いいよ、決まった。じゃあせーので言う。いや、前者か後者かだよ。うん、せーの、前者。後者。1億、1億選んだ。え、じゃあなんでさ、年収100万の人選ぶの？大好きだけど。大好きじゃん。うん。好きな人じゃん。うん。でも100万しか稼げ、なんかの理由があるのだとしたら、もう自分が頑張ろうって思うかも。ああ。私は、大好きだけど年収100万しかなかったら、うん、喧嘩とか増えて嫌いになりそう。大好きでも。え、どういうこと？何に対して喧嘩が？やっぱさ、うん、お金が必要なことってマジで多いじゃん。まあまあまあね。することたくさんあるじゃん。うん、確かに確かに。いや、なんかさ、別れるね、結構。ね、別れるね。うん。結構違うタイプ。うん。じゃあ次。
1年に1日しか会えない恋人、年がら年中一緒で1日しか離れない恋人。あ、これ決まってるわ。うん。せーの、後者。おー、一緒。でもそれはそうじゃない？うん。だってもう1年に1回だよ。いや、本当だよな。7月7日だけですか？そうそうそう。話ですよ。それはちょっと無理、寂しい。うん、無理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 。うわー、いくよ。キスされるなら不意打ち、目が合って。キスしてない。やばいよマジで、やばいよマジで。じゃあ行きますよ。はい。恋人と1回のキスが2時間、うん、は1年間キスできない。決まった。私も決まりました。行くよ。せーの前者。まあそうだよね、そうだよね。なんかなんでかって別にまあどっちも嫌なんやけど、うん、前者だったら、なんかこう、顔をくっつけたまま寝たりすればさ、一応なんか。じゃあ、もしも婚約破棄されたら、けじめとして叱るべき慰謝料をもらう。一度好きになった人なので何もしない。決まった。私も決まりました。せーの。前者。まあ、そりゃそうだろう。うん、そりゃそうでしょ。婚約破棄された時点で多分なんか好きだからとか言っとれんと思う。え、うん。は？そうそうそう。その人生だが。ふざけんなよ。お前ふざけんなよ。ぶち切れだよね。うん。はい、ということで、今回は恋愛の究極の質問に答えていきました。いかがだったでしょうか？いかがだったでしょうか？皆さんも、究極の質問、答えてくれましたか？どっちにタイプに取ったかね、みんなは。確かに。なんか意外と違った。うん、確かに。同じのもあったけど、うん、でも結構なんか丸っぽいな、丸っぽいな、みたいな感じの答え方をしました。うん、そうそうそう。まあそれでね、好きな人も被らんだろうから、もう。そうそう、安心だよね。うん、大丈夫大丈夫。高校の時被ったことあるけどね。またコメント欄で、どっちに似てたかとか教えてくれたら嬉しいです。嬉しいです。動画が楽しかったと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは以上、まるまるチャンネルでした。バイバーイ。